はい、皆さんこんにちは。 YouTube 体操教室レボの大川先生です。今回は鉄棒の技を5つ紹介するコーナーです。そして今回はお待ちかねの上級編ということでね、早く上級やってくださいっていう声ね、たくさんいただいてました。ありがとうございます。では早速1個目の技から紹介していきますね。その前に僕のチャンネルでは幼少期からできる鉄棒の技5つ、そして初級編、中級編、中上級編といくつかね鉄棒の技を紹介するコーナーやってるんで、ぜひそっちもねご覧いただければ嬉しいです。それでは1つ目の技なんですけど、1つ目の技はトモエです。トモエは空中逆上がりの進化系の技ですね。膝を伸ばした空中逆上がりで、さらにお腹を鉄棒につけずに肘を伸ばした状態でやる空中逆上がりです。それではご覧ください。はい、これがトモエです。トモエをする上で重要なポイントは体に力を入れるというところです。どんな技をやるにしても体の力抜いちゃダメなんですけど、トモエをするときはお腹とお尻、この2つにしっかり力が入ってるってことがかなり大事になります。トモエをしている最中に途中でね勢いが止まっちゃうと前に倒れちゃったりとか、あと上で止まっちゃって下にストンと落ちてお腹が鉄棒に激突するとか、結構痛い失敗になると思うんで、トモエをするときは全身にしっかり力を入れておく、このポイントが大事です。僕の YouTube チャンネルではトモエのやり方細かく説明している動画があるんで、よかったらこちらもご覧ください。はい、それでは2つ目の技を紹介します。2つ目の技は蹴上がりです。ザ上級者向けの技ですね。それではやっていきましょう。ご覧ください。はい、これが蹴上がりです。蹴上がりをする上で大事なのはバーが体から離れないようにすることです。前に体を振って足先を鉄棒に引きつけます。この足が鉄棒から離れてしまったらその瞬間に落ちちゃいます。引きつけた足を鉄棒に沿うような形で骨盤まで鉄棒を持っていく、この意識が大事になります。はい、それでは3つ目の技なんですけど、3つ目の技は単身蹴上がりです。2つ目に紹介した蹴上がりよりもさらに難しい蹴上がりの技になってます。ツバメから行う蹴上がりです。それではご覧ください。はい、単身蹴上がり、こんな感じの技になってます。個人的には蹴上がりよりも圧倒的に難しいです。どんなところが難しいポイントなのか、ツバメから振り下ろした時にお腹の力すっごく使います。お腹にちゃんと力が入ってないとその時点で足が鉄棒から離れちゃいます。ずっとお腹に力を入れ続けて足が鉄棒から離れないようにツバメの姿勢に戻ってくる、これは結構難しいです。蹴上がりができたよっていう人はぜひ単身蹴上がりもチャレンジしてみてください。はい、まだまだいきます。4つ目の技は背面蹴上がりです。また蹴上がりかいっていう風に思うかもしれないんですけど、ご安心ください。蹴上がりとはね全然動きが違います。背面蹴上がりめちゃくちゃ難しい技なんで、チャレンジする方はかなりね気合を入れて頑張ってください。こんな感じの技です。背面蹴上がり、こんな感じの技になります。鉄棒を持って頭が下に足が上になっている姿勢を逆懸垂という風に言うんですけど、逆懸垂の状態で体を揺らしたところから前に行ったタイミングで前の景色をねポンと見に行って鉄棒に座りに行く技、これが背面蹴上がりです。僕も初めてやった時はかなりね未知の感覚でした。なかなか難しい技なんですけど、自信がある方はぜひチャレンジしてみてください。はい、それではいよいよ5個目の技を紹介します。今日最後の技は足裏指示回転です。これはねマジで難しい技なんで、本当にチャレンジする方は怪我に注意してやってくださいね。それではご覧ください。
はい、これが足裏四次回転です。いかがでしょうか。めちゃくちゃ怖そうでしょ。結構ね、僕はまだ、握力がそこそこあったりするんでできるんですけど、結構鉄棒から離されちゃいそうな勢いがつく技です。この技をする時のポイントは、お尻をしっかりね、遠くを通すイメージですね。縮こまっちゃって膝を曲げちゃったり、あと肘を曲げたところからスタートしちゃったりすると結構危ないんで、思い切ってやるときは思い切ってお尻遠くに回すために、手とか膝とかちゃんと伸ばしてやるっていうのが大事になります。とはいえ、この技難しいけど練習したいっていう人は、僕のメビウスを作る動画を見てください。この動画なんですけど、ここで紹介しているメビウスというのは、安全にね、鉄棒を練習するために、結構難しい技とかを練習するためにものすごくね、使えるグッズの作り方を紹介してます。このメビウスをつければ、今回のね、この足裏四次回転も安全に練習できることは間違いありません。なので興味がある人はね、ぜひこっちの動画を見ていただけると嬉しいです。ということで、今回は鉄棒の技5選上級編ということで、めちゃくちゃ難しい技をたくさんご紹介させてもらいました。いかがだったでしょうか。このシリーズ、今までにね、累計5本動画を出したんですけど、上級編ともなると、いよいよね、怪我のリスクがかなり高くなってきます。できる限りの安全な環境ね、補助者をつけるとか、マットを入れるとか、あとは体操教室に通ってやるとかね、そういう風にできるだけね、怪我のリスクを抑えながら体操の技練習できるといいと思います。今回の動画見てて面白かった、大川先生すごいなって思った人は、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとは大川先生に何か技のリクエスト、こんな技見せてくださいっていうリクエストがあったら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは練習頑張ってください。バイバイ。以前の質問コーナーで、地獄回りで反対に回る技、これ後々調べたら天国回りっていう風に言うらしいんですけど、鉄棒に座った状態から前に倒れてまた同じ姿勢まで戻ってくるっていう風な技なんですけど、これ僕やる時に手をね、逆手に持ち替えてやりましょうっていう風に言ったんですけど、でこれね、前に倒れる時は順手じゃなくて逆手の方がいいと思います。コメントでこの技は順手でもできますよっていうのがありました。え、本当にって思ったんですけど、前に回る技は順手でやると滑っちゃう可能性があるなって思ってたんですけど、確かにこの技は手以外にもね、足も鉄棒に引っかかってるんで、順手でもできるなっていうふうに思いました。なので今回は天国回りを順手で、こっち向きの手でね、持ち方でやってみようと思います。こっちの方がやりやすかったら、それは確かに皆さんにお伝えするべきだなって思ったんで、今回は天国回りを順手でやってみてっていうリクエストに答えてみようと思います。これで、この持ち方でやります、1回。絶対ダメ、絶対。ですね、分かんない、これは僕の技術不足なのかちょっと分かんないんですけど、天国回りを順手でやったら死にます。完全に怪我するんで絶対やらないでください。もしできるんだとしたら、鉄棒を持たなくてもできるってことです。いや、今僕ちょっと怖かったんで、これでやるんじゃなくて、ちょっと片手だけね、片手だけ逆手にしてもらって、大事には至らなかったんですけど、多分両手順手でやってたら普通に落ちてると思います。よかったやらなくて。これはね、もう身をもって実証できたんで、皆さん天国回りを練習するときはちゃんとね、手逆手にしてください。順手では絶対に危ないです。ということで、ちょっとせっかくなんでね、逆手のちゃんとした天国回りを一度お見せしようと思うんで、ご覧ください。やっぱりね、逆手だと上手にできます。順手はマジで危ないんで絶対にやらないでください。ということで、今回は天国回り順手でやってみてっていうリクエストに答えてみました。答えれてないけど、ではまた。